90年代にクリントン大統領の特別顧問を務めたマーク・ミドルトンが昨年自殺した事件についてご存知でしょうか。注目すべきは、彼が顧問時代少女らへの性的虐待などの罪で起訴された富豪の故ジェフリー・エプスタイン元被告をホワイトハウスに7回も招待していたことです。さらにエプスタインの逮捕直後に明らかになった黒手帳の内容を調べると、76ページにマーク・ミドルトンの連絡先が載っていて、名前、住所、電話番号などが確認できます。